装備変えてんのかな。強さで見てみるか。461、一文字の高いね。攻撃力500。お前も529かよ。やるね。これあれだからね、もっと上がるからね、実は。それってタトゥー入れて500なの？タトゥーのか、タトゥーが数字に出ない。出ないか。最後だから実際には 50% アップして750ぐらい、イメージで言うと。そう。あれメタルスライムとか貫通するぜ、もうよ。え、マジ？ 1 じゃないの？え、しないしない。しない、それはない。あの、昔のハッサンみたいに。ああ、あった。500超えると通常にダメージ取るようになる、あれね。そう。倒しててメタキン、ああ、来た来た。さあ、一発で決めてやろうぜ。はい。はい、ですよ。本当だな。ああ、そういうことね。これ演出だ。ハイになるのが。ボタン連打したら選べるの。俺も選べたのかと思ってびっくりしちゃったわ。そういう演出だ。落ちるとこあるよな。目がほらやった。え、なにしょっぱな死んだら死んだりしないよね。悪魔のカード。あ、バストロンだ。バストロンだ。嘘だろ。え、なんすかそれ。あのロイドって人を知ってたよね。アストロンしてたね、うん、これわざと飛び降りたらよかったのかな、タイミングよく。回避？回避できないだろ、あんなの。ひでえ。ひでえ、びっくりした。やべえ、バレちったよ、俺らが初見だってこと。こんなの曲がるわけねえわ。範囲をしっかり表示してくれればな。何してんのって思う。あ、アストロンしてる、アストロン。よし、ベホマラって。おー、マジか、俺マドンナ。おー、おー、おバーが。お前も何してんの。俺の魔力ほとんど。まだダメージ与えてもないのに神竜王強すぎじゃない。おやめろやめろ。ぶんねえ。おー、飛び降りちゃった。この方が安全じゃね。いやいや、結構引かれるからな。ああ。あれ、まずいな。ちょっと逃げといて。まずいな、これな。上飛んだね。まあ、残り5秒。初めの爆発は引いたな。あれ、回避できんのかな。防御しても無駄だからな、あれは。2000だったぞ、ダメージ。2300だった。遠距離の方がいいね。ああれじゃね、溜めるやつじゃね。嘘だろ。レベル90台の人たちがみんなポンポン死んでいく。あ、来た、溜めてる。ベホマラ。ああ、お、これはあれだろ。あと一歩だったのに。あれだ、溜めてるって言われて、うん、反応がもうちょっと早ければ。ケツの方にいるから口の方見えないんだよな。はねえな、これ。でも一番初めから積みモードで始まった感だもんね、開始時点で。でもあれだよね、全く同じ挙動よりは楽しくていいな。確かに、ただ単純にヒットポイントが増えただけの一番最悪のパターンだろ。うん、なんかこの、なんていうの。やばい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 、あと4秒。おう、なんだ。おーい、何だこれ。おお、びっくりした。一応ベホマラ一発ぐらいいけるかな。15減るからな。あ、じゃあいいよ、自分で。あ、自分で回復しちゃえばいいんじゃないか。俺もちょっと温存して。俺も自分で回復しよう。もういい加減にしろ。ベホマした瞬間に上から降ってきて死んだわ。どこにいんのお前。画面端、3955ってすごいダメージ出たぜ。おお、やべ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 、飛び降りちった。うわ、お前あれだ、遠いな。来なくていいよ、16秒。ああ、また溜め始めた。
これあれじゃない、画面全体じゃあ違う違う、下から来るやん。とりあえず逃げて、逃げることだけ。あと1人だから。え、嘘、なんでみんな死んだからに。ちょっと待って、回復しよう、自分で。お願いしよう。なんか知らんけど俺にヘイト向いてるな。ずっと走っとこう。え方向で止まった。どういうこと。ねえ、来てる来てる、ガン逃げガン逃げ。どうだ、うん、嘘だろ、マジかよ。強っ。まだ1割も与えてねえぜ。ちょっととりあえずね、このロイドさんをね俺の世界樹の歯を使用せずに死ぬのは避けたい。よし、また飛び上がった。ふい、みんな、はい、よー。これあれだね、死亡時テンションアップが欲しいね。ま、周り死にまくってる。一回テンション貯めたいな。ベホマラ、なんとかはめたいとこだよね。左ダウン連発出して、まずいわ、このままじゃ。お、あっちで生きてる。ベホマラ、ただ1回分じゃ足りんな。たまれたまれ。タロットシャッフルで俺もゲージ貯めたいけど、もうゲージ俺今ゼロだしな。一回ベホマラしていった。おお、これちょっと。タイミング悪かった。俺に来てる。来てる来てる。ふう。ふう。やべ、敵の挙動一個一個が怖い。怖いね。何か余計なものがついてる気がして。おばあが死んだ。俺の逃げる。どうよゲージは。もうちょいかな。即死なんだよな。ピッピ。一発は耐えないとな。ミニアさん、もろスカートの中丸見えだよ、死んでる時。何色ですか。わからない、白色に見えなくもない。ふんどしかもよ。それはマーニアだ。おばあが生きてる。もうホイミストーン終わってんじゃん。フクールさん、バイキルトもしないんだけどさ。いや、してるよ。してる。寄せくなったら即死な。俺このままでいいか。もうちょいでたまる。ベホマラ、俺にヘイト向いた。これ舐めてるわ。俺これ回避できないんだけど。どうしようもないんだけど。おたけびからのさ、下炎 100% 回避できないんだけど。え、ガチャガチャやってたらすぐ立ち直るぞ、なんか。あ、舐めてる。ちょっと使っとくか。だな、大ダウン、うん、はい。ロイドさんがどこに行くか分かんないから使っちゃった、うん、一応逃げてたけど。今やっと2割ってところ。いいな、あと7秒。あー、クラッチ来てるね。うぅ、 MP8、 MP 大事なとこ。自分が狙われてないタイミング。ウィドさん、すげえとこいるな。さあ上に行った。とりあえず走るか。調子に乗りやがって。復活しとく。いいか、もうすぐ復活するから。ベホマラーをしても1回じゃ回復しないんだ。すごい、こっちに、こっちに。ベホマラー、え、どうすればこれこの HP 俺どうすればいいの。もう一回ベホマラー、もうちょっとないと耐えれないよね。
俺は遠くからカードを投げるだけの簡単なお仕事、守備力減らしたいんだけどそれすら危ない。でフェイトもいけないうちに、やべ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 、危ない危ない危ない、よいしょ、これで戦いやすくなったの、一回は耐えれるだろう。やっちゃった、さっきの無駄なのしちゃったわ。そろそろロイドさんたまるんじゃないかな。食べて、逃げろ逃げろ逃げろ、おばあおばあは死んだ。これは嘘だろ。回る、かわした、やるね。いかんいかんいかん、上に行ったね、上から来てる上から来てる、いい休憩タイムだこれ。よし、俺そろそろ使って、ここ来とこう、おー溜めてる溜めてる、おぶれロイドさんがあの復活と同時に死んだ。これ無理だって、だからガチャっても無理だもん。うわ、マジかマジか、危ねえ危ねえ、方向回避つけとかないとダメだこれ。え、なんかすげえダメージ出てんだけど、多分あれじゃない、溜まったんじゃない、溜まったのか。ロイドさん今使ってる、これ強すぎるぞ。敵が何やってるか分かんないんだよな、尻尾のとこに行くと。正面にいてもかわせないから意味がないっていうか。ん？じゃあ、ためにあために気づけないんだよ、後ろにいると。俺自分はベモだ。うわぁ、ガン逃げ入ります。あ、せっかくテンション7割溜まったのに半分になるんだろこれ。飛んだな、クールが復活するだろう。俺の応援でテンションをマックスにするんだ、うん、ここまで来たら復活待った方がいいな。まだね1割溜まったぐらいだからどうしようもないけど、やばいわ、方向の時間減らせるあれが欲しくてしょうがない。どうする、自分で回復した方がいい。デホマラス、やべ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 、あぶね、あーもう、巻き添え食らった。読み返っとく、あー使わず死ぬのも情けないしね、読み返らしとくわ。おお。さあ目覚めてください、自力で回復するわ、回復してくれ。やばい、溜めてる溜めてる、これあれそっちのやつやね、違う違うやつ、違う違うやつ、方向、あ、これだ、落とすんだこれ、これだよな、こう飛び降りるしかないんじゃない、飛び降りてみる、飛び降りた俺無理、てかタイミングがわからないから無理。クマさん生きてる生きてるね、これ何があったの。え、飛び降りたら、うん、HP1 残った、あ、飛び降りて死亡はないんだ、うん、まあ、2000くらいよりはマシか。テンション溜めてる、やばい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 、溜めてる溜めてる、どうすんだこれ。敵が変なオーラをまとっているぞ。強くなったね、さらに。なんでみんな頑張る。一ポイント多いもん。一ポイント1です。どうせ食らうと即時だから。なに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 。はじめた。え？と同時に地面の方の炎もがよ、もう勘弁してくれって、こんなんかわせるわけねえじゃん。これ強すぎだろ、あ、これもか、地面、それその後地面がもう爆発するんだよ、うん、それは同時に避けてる。難しいんだけど。
16秒。ああそうか、アストロンで逃げてんだね。結構美味しい方法だな。アストロンありだね。アストロンド安定だ、飛んだね。いやなんか違うパターン、違うパターン入った。嘘だろ嘘だろって本当嘘だろうだよ。どっから飛んできたんだ今。でもこの人に行ってもらうためにベホマラを。アストロン、これなんだ。これあれだよ、爆発するやつだ。あれだ、飛び降りるしかない。アストロン、無理だ、わかんねえよ。いつかアストロン欲しいな。ちょっとなんかあれだよね、一呼吸を置くよね。そうハッサンの仁王立ちなら守ってもらえんのかな。おいおい嘘だろ。おいおい、おー、ロイドさんも死んだ。嘘だろ。逃げること優先で回る。えみんな逃げること優先。ほら、あと8秒。おら、これめちゃくちゃきついぞ。マジか。アストロン、しょっぱなの爆発は。アストロン、賢者、ガテリー。賢者とテリーしかいないじゃん。とりあえず俺は装備を。ごめんね。あ、俺今大変なことが分かったんだ。ミニアさん装備何もしてなかった。お前クソ野郎じゃねえか。俺の今強さ見てごらん。お前クソ野郎じゃねえかよ。見てごらん。ひどいことになってる。何にも装備してなかった。マジか。地雷とかいう次元じゃねえよ。この仲間に教えてやりて、ロイドさんに教えてやりて、このこいつが地雷だってことを。竜のお守り。そら耐えられるわけないわ。祈りの指輪と、おたけび減らすやつあったな。あった、地震おたけびカード 65%。これにしとこう。ハイドラベルト。残り一つが、守りのペンダントよりも、あれだな。運が良かったらダメージを回避できる。これ即死ガードって意味あんの？即死ガードかな。ダメージ完全ガードの方がいいんじゃない？即死ガードの意味が違うんじゃない？え？いや、防具の効果でね。たまに完全ガードの方がいいんじゃない？よし。それはアクセサリーでしょ？アクセサリー。アクセサリーはもう余裕がないんだよ、俺。カズハさん。あ、レベル99、当たり前なんだな。やっぱこれ超むずいんだって。仲間はさ、レベル99はもう当たり前だよ。勝手にレベル上がっていくから。そうだよね、定食。うわーやっべ、俺さっき装備空白だったのはマジやべえって思って。他の人バレてないかな。しろ、お前の72が怪しいんだよ。